モモ、黒い欲望ブラックデザイアーの2人が 3.26 両国大会で SWC からベルトを奪取しました。去年6月スターズから大江戸会入りしたスターライトキットに続き、12月には渡辺モモがクイーンズクエストを裏切り大江戸会へ。戦いの姿勢だけではなく、コスチュームもメイクも髪の色も全てを闇の色に変えたブラックデザイアー。4月にはジュリア、ケクラを相手に初防衛を果たしています。今夜も暗闇の嵐を巻き起こし、2度目の防衛となるでしょうか。